あ、もうき、いいいいいい、大丈夫大丈夫。いででででたたたたたた、そういうおもちゃじゃないよねこれね。痛いマジでも。だから言ったじゃん、起き上がったら倒れちゃうって言ったじゃん。 HAPPV のミキ。ハピセラ TV のぶです。ミキです。ひかりです。ハピセラ TV いや今日はね、ひかりちゃんお招きして、うん、撮っていこうかと思います。はい、お願いします。この前のバーベキューからね、うん、その話の流れになって、ぜひありがたいことに、うん、撮らせてくださいということで、はい、今日来ております。はいはい、ひかりちゃん自身のちょっと紹介だね、はい、自己紹介とし、うん、そうですね、私は東京都の文京区でサロンの代表ちょっとやらせていただいております。まあ、7月からなのでまだまだペーペーなんですけど、うん、はい、で基本的にアロマトリートメントが、うん、まあ、主になってます。はい、はい、行ってみよう。こちら TV TV シャキンヤヤ雑で今日はリクエストにもあった足つぼをやっていこうと思うんですけど、うん、まあちょっと季節変わり目で、うん、確かに今の時期に足つぼとかをやっておくと、うん、あ、こんなのマスクしてる足つぼとかをやっておくと、結構この後の冬への下りが体が辛くなりづらいんですよ。あ、なるほど。なんでちょっとこう今後の健康のために多分ガツガツ働くと思うんで、うん、頑張り時ですから、うん、はい、ね、ちょっとしっかりケアさせていただこうと思います。はい、はい、します。はい、足つぼはちなみに、はい、どうですか。結構けます。あ、本当ですか。はい、あ、これつけてる。あ、なんかこれだって大丈夫。あ、いいね、いいですか。はい、おお、痛さには強い弱い。こっちは弱いんですよ。こっち強めで、へえー、そうな、なんか左右差があるみたいな。楽しみにしててください。怖いなあれ、どうなるね。あ、そ、そんなに、でも皆さん、うん、私もそうなんですけど、なぜ左からなのかな。なんかいろんな意見がなんか、ああ、ね、あるね、あるね。気になってる。でも勉強していくと解剖学的にも左側のリンパの方が広い広範囲のリンパが、あの、リンパ層とかつながっていくっていうのがあるから、そういうのを狙ってるのか左が心臓とか言ったりも。そう言いますよね、うん、なるほど。じゃあそこまでなんか明確ではないと思う、うんうん、だと思うよ。ああ、なるほど、なるほど。あるのかな、ないと思うけどな、俺は、うん、なんかやっぱみんな左って感じがありますよね、うん、スピリチュアル的にはとか言うと、またスピリチュアル的には左側がお疲れの方は言いたいことが言えない人って言うらしいですよ。ああ、そんなことない。右側は自己主張間違えてる人、うん、ああ、そうなんだ。つらい、そうなんだ、へ、うん、今ね、気持ちいい感じで今騙してるんですよ。え、怖今ね、ちょっとね、そうそうそう、準備ね、まあ気持ちいいので来るのかなって。で、ゆみちゃん前そうだったもんね。そうそうそう、あ、気持ちいい、ね、気持ちいい、気持ちいいって、そうそうそう、受けてて、そのうちスイッチ入るから、ま、私のド S スイッチが。なるほどね。若干じわじわ痛いもんな。何ですかね、私も今知りました。あざ、うん、なんだろう、なんか忙しいなんかどこかぶつけたんでしょう。茹でついた卵の黄身あざあざ。足どうやったら、そう、俺も今考えながらこう動かしながら、うん、見える。なんか強くなるね、素振りが全然ないもんね。ないね、まだね。ずっと優しく来てくれそうでしょ。うん、来てくれそうです、うん、めちゃくちゃ。いきなり行くとね、やっぱね。確かに、徐々に徐々に。そう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 。なんかいきなり行くと痛めちゃうかもしれないね。結構足の裏ってがっつりやられすぎるとすごい痛み、何日か残ったりするでしょ、うん、骨折した人聞いたことある。え、うん、中国かなんかで受けた、それ。中国、あの、なんで中国の人ってあんな指、中国の人ってあんな指強いんだろうね。骨折、小指とか
かあれですか、足なんか言ってた、なんか指だったと思ったの。行きましょう。痛がるポイントね、どこかわかんないかな、この人の。そうですよね。怖なんか。腎臓来ましたか。来てます、腎臓。尿管、今尿管行ってますね。尿管、はい、尿管通って膀胱出しますよ。膀胱出しますよ。あ、でも結構平気な人だから。平気な人、うん、でも結構親指とかあの首とか頭のとこ痛いね、うん、あ、でもね、あの、そうね、すごいこの気使う感じの人だと、うん、結構頭のところは痛いかもね、うん。ギューってなってる。痛い。あ、来た。ほぐれてきたから痛くなってきた。ね、あ、無理ですね。めっちゃ痩せてきた。痛い。おお。なかったこと。伝ってなかったこと。怖すぎる。プラマイゼロみたいな。叩いて。そう、今ね、やってません、私は。やってません。全頭葉ね。でも結構平気な人よ、多分。あ、本当だね。そこまで行ったら、うん。普通はもうここ軽めに行っても。ね、ゆみちゃん飛び上がってたからね。うん。でもこれあと今日ね、たまたま。日中はスタッフさんの研修で足つぼやってたんだけど、うん、後がやっぱすごい気持ちいいとかスッキリしてるから、やっぱり、うん、ちなみに、まあ、一応東洋式のやり方にちょっとだけ台湾入れて、まあ、最初のやつはあの最初のリフレで習ってきたやつも入れてるけど、うん、スーパーミックスです。スーパーミックス。台湾式とか全然出たことないんで、ねえ、でも台湾か、うん、なんかやっぱ、ね、狙い方が違うよね。あ、俺タイ式わかんないよ、うん、なんかね、棒使ったりするところもあるみたいなんだけど、結構タイでも受け入れちゃうかも、見た目。棒と指ってまたどう違うんだろうね。でも棒持ってやるじゃん、私もやったことあるけど、うん、なんか結局棒持ってる手が痛いんですけど、うん、ああ、それわかるわかる、うん、でなんか別に手でやった方がいいんじゃないでしょうか、うん。俺も整体で普通に棒持って行ってる時期があって、足の裏やるとき、つぼもみの人はそれでガッツリやってたけど、そう、今言ったように持つ手が痛いのよ、うん、ちゃんと痛っ、首です。こうさ、あと何回来るんだろうね。そうなんですよ、何回やるみたいな、めっちゃ思いますそれ。もう行って早く通り過ぎてるよ。そうなんですよ。結構ね、足ほらあんだけ体全身で施術してたじゃない、うん、結構足ね凝ってるっていうか、つったってる。ああ、はい、このままにしとかない方がいい、やっぱり投げた方がいいから、足つぼはちょっと正解かもしれない。うん、あ、だから足つぼ受けるの好きなんじゃない。そうなんです、そうなんですよ、うん、ところどころめちゃくちゃ痛いわけじゃない部分もあるから、うん、ちゃんとリフレの私も学びたいですね。うん、で、なんだそれ、あご、あご、上顎ですね、上の顎です。はい、科学はどうでしょうね。じゃあ科学いきますよ。はい、はい、科学。いったー。待って、めっちゃ痛い、そこ初めてされた。いったー。使ってませんか。使ってるかも。寝てる時に。どこ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 、あの第一関節の上の痛い。どこ？だい、ここ、ここ、え、もう悶絶。かなり硬い。でも、ここか。痛い そんな痛い。めっちゃ痛いっす。今日一です。だいたいね、途中で和みを入れてなかったことにした。定番の和みね。痛い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 。いや、やっぱそうなるね。誰もそうだね。足引っ込めるよね、みんなね。痛すぎて。痛い痛い痛い。全然やってる。全然逃げない。手を貸してくれない。
引っ込むよね、足がね。年末に元気に働くひかりちゃんのためを思って話せないじゃん。早い早い、年末早いから。今から準備。早い。今から準備。どれだけ忙しいと思ってるの。年末はすごい忙しいんだな。あ、そうなんだ。そこでね、倒れるわけにいかないんじゃないですか。はい、じゃあこの指先いきますよ。指先、指先ね、血流が滞って冷えてる人も多いですから、うんうん、でもこれは気持ちいいと思うんだよね、基本的には、うん、全然優しい、さっき、うん、もうさっきのことを思ったら可愛いもんじゃん。可愛いもんですね。これ歯磨きをね、うん、最後絞り出すみたいにやってねって教わった、教わり方良くない確かに絞り出すよね。そう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 、なるほど、それ気持ちいい、うん、うん、これ気持ちよさそうだね、うん、ここやばいっしょ、ここ。いや、私今ね、この後来るやつ楽しみ、あ、楽しみにしてるな。甲状腺、甲状腺はもう痛い、分かってる、もう痛さが。しかも甲状腺、うん、普通最初習った時に私あの 1パターンだけで習ったんですけど、私3パターン攻めるね、うん、3パターン、3パターン。まず副甲状腺から行くわけですね、うん、ちょっと待って、痛い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 、もういいもういいもういい、本当すみませんでした。でここは優しめに甲状腺とね、そうで甲状腺、あ、なんか手でもほぐしてくれるんだとか思うのに、そこは無理でもここも気持ちいいの、はい、ごめんなさいごめんなさい、本当に心の底から出た名古屋、名古屋、ヒヤヒヤしますね、本当に足から冷や汗出てるちょっとオイルなのにちょっとひんやりしてる。愛と熱いいろんな血行なんかでもね、本当に足凝ってる、すごい、本当ですか、うん、よく全身使ってる証拠ですね、いいことだ、うん、はい、そしてさっきの心臓、これ平気だったじゃないですか、はい、そして下の膝、あんま平気かなと思うじゃん、うん、はい、これ繋げる、あー、ごめんなさい、繋げなくて頑張った左足裏めっちゃ熱くなってんじゃない、やばいです本当に、冷やせんもんだし、あ、ここすごいね、でも本当に甲状腺じゃないのそこ、本当今いい、あ、いいか、うん、そう、そうか、脾臓か、脾臓だから、いい、膵臓十二指腸、うん、硬いもん、硬い、うん、すごい硬い、そして大丈夫ね、ここは多分大体大丈夫だけど、俺は耐えられないのはね、やっぱ腰のとことか、うん、あの横、あ、かかとの横、あ、ね、あれはもう耐えられないね、女性とかだと、今日もスタッフさんそうだけど、子宮とかさ、うん、で、まあ、外側のところ卵巣とか言うんだけど、まあ、そういうところはちょっと痛がる人いるよね。子宮と卵巣ってどこにあるの？こっちが子宮で、外が卵巣、あ、うん、まあ、ここはそんなに痛いやつだね、うん、でも、そこの内側痛くね、俺だってここだ、めちゃめちゃ痛いんだけど、俺ここ、うん、あ、そうか、あれね、無理だよ、それが痛いよ、だよね、これあれだ、無理だよね、無理無理無理、そこ、うん、そこをこう、うん、これでさ、やります、たまにやるよ ね、でもね、痛くて私も絶対嫌なの、痛いのよ、そう、痛い、半端じゃない痛いよね、半端じゃない、うん、そのやられたら、涙です、本当に感動で、感動感動で、もうね、涙で、もう
やばいです、艶っぽくなります、汗かいてからそれも汗、艶っぽく言い方、言い方痛い、それはなんだ、痛い、股関節と上下のリンパ、痛いすごいやり方ですね、それ。これが中国式。何式？中国式。はあ。中国人に足つぼ。どこを圧迫してるんですか今？ここ、あの、ここ、ここ。あそこなんだ。うん、こっちは前回し。で、こっちから下。おー。痛いんだ。痛いです。とっても痛いです。でも親指のところが一番痛かったです。ああ、そう。ここのここですか。あ、はいはい、あ、顎。おお、すごい、面白い。お馬さんって習ったこれ。え、何さん？お馬さん。お馬さん。激しいお馬さんですけど。激しくない、発情期ですか。すごい顔だって、顔とかね、やばいですね。こんなの YouTube にあげんですか？痛いよ、本当に。せっかく整えてるの見ながら、一瞬で見られたんですけど、艶っぽく、確かに艶っぽく、もう熱くて、本当に。うん、いやあったかくなりましたね。すごいポカポカでも。うん、もね、うん、そうだね、ここしっかりやるっていうのポイントだよね、うん、この間、うんうん、間、ね、一回やってんだけど反対側からもう一回戻るみたいな感じ。そう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 、なるほど、確かに確かに。さっき言ってた肩と一緒だよね、僧帽筋こっちからやるけど反対からもやるみたいな。そう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 、うまいですね、指抜き、さすがですね。相性によります、相性によります。生まれたね、うん、はい、すごい、お疲れ様でした。すごい、軽い、軽いすごいですけど全然違うでしょ、全然違う、すごい、いい女だし、あ、ほんとです、全然違う、あのね、ちゃんと、うん、これ映像見て、全然違う、ほんと色も違いますね、全然、うん、細くなってるし、すっきりした、骨が出てきた、すごい効果抜群、すごい、本当にありがとうございます。定期的に季節感に見受けに来てください、はい、ありがとうございました。でも面白いとか役に立つと思っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。お願いします。